この日、研修湖では猛火63型の機能検査が行われていました。機能検査とは、運行が終わった車両に必ずなされる点検です。まずは足回りの点検から。入念に点検していく中で、今回ブレーキシューの役目を果たす整輪子という部品がかなり摩耗していることが分かりました。新しいものと交換するため取り外します。これが摩耗した整輪子。そしてこちらが新しい部品、幅が全然違います。取り付け完了です。足回りが終わると次は運転席で各種機能のチェック。警笛、扉の開閉、そして灯火類など一つ一つ点検していきます。一方、洗車場には営業運転を終えた猛火14型がゆっくりと入って行きます。ここでは洗車は雨が降った後に必ず行われるようになっています。洗車を終えた14型、一層みずみずしいスイカ電車となって営業運転に備えます。さて